これはやばいよね。去年から俺が借りてる畑の小屋にね、スズメバチの巣ができてしまって、で、本来であれば俺ほっとくんだけども、ここ周りにもね、人いるし、畑やってる人いるし、で、このままだったら誰かが犠牲になるかもしれないと思って、今日駆除しに来ました。見つけるのはちょっと遅かったんだけれども、ね、あまり来ない場所だから、で、今回、まあ、初めてやるんだけども、やる方法としては、まあ、もうこの殺虫剤ハチアブ用ので 12m 飛ぶとね。で、巣に使う場合は3から4メートルの距離で噴射しろと。で、ここ幸いなことに、窓があるんで近いんで、2階でだから、はしごもかける必要ないし、でここ少しだけ上げて手だけ出してビシュッとやって、で、そして駆除しようかなと。で、やばくなったら閉めて様子見てっていう繰り返しでね、やっていこうと思います。ただ本当に初めてなんで怖いなと思ってますが、多分見た感じさ、ちっちゃい感じで、まあ蜂詳しくないんだけれどもね、スズメバチとか初めてだから、こんなの、黄色スズメだと思うんだよね、ちっちゃくてさ、黄色っぽくて、うん、まあ、ただ危険なことには変わりがないんで、まあ、慎重に作業したいなと思います。まあ早速準備して、駆除の方に入っていきたいなと思います。で、俺防護服とか当然ないから、この冬用の厚手のものを着てきて、まあ夏では30度あるんだよ、今年も。今もね、今日の最高気温がさ。で、真冬の厚手の手袋、マイナス10度の中でも全然冷たくならない、テムレスってやつ、これつけてやろうと思う。顔はもう自分で守るとして。で、ここを開けて、シューで締めての繰り返し。で、これね、取っ手の部分、こうなるから、銃のように使えるのさ。あ、指入んねえか。あ、入った入った入った。これでシューってやる感じで、早速やっていきます。もう、やらないとね、近くの、おばあちゃんも近くにいたからさ、早くやんなきゃと思って。よし。少しずつやっていくわ。まだ落としてるな。もう完全に入っちゃってるけど、いいや。いいやって、危ないからね。ほっとけば誰かが犠牲になるもん。俺がやられるかもしんないし。もうなくなるじゃん、これ。全然入ってない。あ、もう入ってないの、これ。マジか。反対側からもやろうかな、ね、ちょっと危ないかもしれないけど、下に行ってやろうかなと思います。うわ、見えねえな。で、だいぶ虫いなくなってきたんだけど、蜂いなくなってきたんだけれども、このまま残しといてもまた戻ってくるかもしんないしってことで、やっぱり撤去した方がいいんだろうなと思って、
まあ、薬剤漬けだから中に入ることないかもしれないけども、物理的に落としてしまって、下で直接近距離で薬かけようかなとね。で、このアメリカン冷気でやってまるで、今少なくなったからね、最初多かったから、おーおーおお、行っちゃうよ、行っちゃうよ、よし、よし、まあ大体取れたかな。あとは細かく丁寧に取るけども、あと下に行って作業しようっていうか、その前にここを閉めて、あの身を守りましょう。はあ、中こうなってるんだね。ちっちゃい巣もあるし、で蜂の子がうじゃうじゃね、いるんで、まあ罪はないけれども、とりあえず駆除を終えました。まあ、だからまだその辺成虫は飛んでるはずだから、やはり警戒を怠っちゃダメだけども、とりあえず巣がなくなれば戻ってくることはないのかなとは思うんだけれども、まあ、どんだかね、まあここ幸いさ、定住してる人がいないから、周りに民家ってものがほぼないんで、まあちょっと離れたところにはあるけれども、まあそこまでは影響ないだろうと。うん、で、こう人通りも活発な場所じゃないんで、山の中なんで、もうね、ほんとこんな感じでも感じない山の中なのさ。ね。で、だからいいかなっつうか、被害はそうでないと思うけど、ほっとけば、いずれはね、近く通る人、山山菜取って歩く人だったりとか、ね、この畑やってる人たちが来て刺されるかもしれないから、駆除しました。本当は無農薬で畑やってるから、ここでね、このそこ黒小豆とか、まあ、こうちょっと今年の小雨で芽が枯れちゃったけども、芽が出ないで枯れちゃったんだけどもとかね、かぼちゃとかもやってるから、本当は使いたくなかったんだけれども、やはり周りの畑の皆さんとか、ここを利用してる人たち、通る人たちの安全を考えれば、ね、そんな自分のこだわりとかは置いといて、やっぱ駆除しなきゃダメだなと気づいた時にさ、もう、あ、これはやんなきゃダメだと。これで誰かが刺されて怪我した、アナフィラキシーショックでお亡くなりになったってなれば、もうそれはもうここの畑を管理してる、建物を管理してる俺の責任になっちゃうんで、そこは無農薬でやってるからとか、そんなこだわりは捨てて、やはりやるしかねえと思ってやりました。まあここの畑のものはとりあえず出荷はしないで自分で食べるという感じでね、農薬使ってるから、そういう感じで、農薬通が農薬よりも厳しいと思うけどもね、うん、いう感じでやっていこうかなと。まあ基本建物の下には作物はないから大丈夫じゃ大丈夫だけどもね、ただこれが正しいやり方なのかどうかはね、わからねえけども、これ以上俺は考えられないし、知ってる業者、頼める業者もわかんないんで、やりました。とりあえず山の中だからと。これが住宅地の中とかさ、自分の住んでる家とかだったら、もう隣近所が近いから、だったらプロに頼むんだよね。まあ、この山の中だからね、うん、本当にどこにでも蜂の巣あると思うんだ、うん、っていうレベルだと思うんだけど、まあね、とりあえず山の中だからやったと、うん、家の近くだったら、ね、住宅街の中だったら頼んだ業者にっていう感じです。とにかくこれでなんとかね、いなくなってくれればいいんだけども、まだ来てるんだ、いっぱいさ、巣がないってさ、うん、まあ、これをちょこっとずつ迎撃していく感じかな、残った薬剤で、まあ、とりあえず様子を見ようかなとは思います。